これもいい当たりだ。伸びていって入りました。浅村に2試合連続の一発ホームランが出ました。今日も最初のバッターボックスです、ね、そうですか、はい、その右方向です。ライトが下がっていく。大きな当たりだ。浅村に一発が出た。前のカードでは2本とも引っ張っての一発でしたけども、今日は右方向へのホームラン。浅村今シーズン第23号、そのホームランで1点を先制します。レフトへ打球が上がって、レフトグラシアルが下がっていってフェンスいっぱい越えていった。浅村今シーズン第24号先制のホームラン。ツーアウトランナーなしからその一発警戒の浅村。ここですよね、はい、打った方がすごいんですけど、これが7球目です。1、2塁間破っていく。ライト前タイムリーヒット。昨日に続いて初回先制はイーグルス、浅村タイムリーヒット。少し高めにボール来ましたかね。このカウントでいい当たりだ。もう見送った。スリーランホームラン。今日はゲーム前キャリア250号連盟表彰があった浅村。今日初勝利イーグルス、浅村スリーランホームラン。浅村ここ2試合ヒットがありません。その前が10試合連続安打、その間5本のホームラン。センターへライナーで浅村の打球はどうでしょうか。いった。同点のスリーランホームラン。今シーズン田島から3本目。浅村の対戦金26号同点スリーラン。ソラもセンターの前に置いた。これを見てからスタート引っ込んでどうするか。あー、サディベース回した回した。ダラコーチバックホームはどうだ。ホームイン間に合わない。2点目が入りました。2対0と2点目が入ったのはイーグルス。浅村のセンターのタイムリーヒット。浅村これで打点も82になりました。センターやや高めに浮いてきましたが、センターの頭上は越えた。浅村勝ち越しのホームラン。延長11回の表、これで浅村と山川の打点の差が1打点差に変わっています。